視聴者目線とやってる目線違うみたいな感じでしたよね。はい、ナイスです。ナイスです。はい、あ、このタイミングだと思って押しました。ちなみに、ちゃんと、はい、同じこと考えて押そうと思ったんですけど、一応カフェの反対側に行った方がいいかなって映ってる間に宮さんが押してくれたみたいな。はい、ちょっと一言だけ言わせてください。にあのインポスターが2連勝してるんで、そろそろ勝ちましょう。頑張りましょう。白いな。どうする、勝ちましょう。まあこれをどう取っていただくか、ちょっと、演技感あるよね。いや、そうそう。やっぱこういうの高田さん通用しないからね。これはそっちで。めっちゃわかる。これちょっとピアコードしようかな、メイヤさんと。そうだ、ナパイさんが左に行ったのは見えてたんだけど、左に行ったことは全く僕の容疑を晴らすことにはならなかったので。そうですか。そうですね、僕は寺蔵さんに疑われたら絶対寺蔵さんまでローラしてくれって言って死にに行くことにします。ダメ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 。これが死にしてくれないじゃないか。僕が悪かったっす。多分ね、寺蔵さんと一緒にオツ直しに行くべきだったんですけど。でも僕次寺蔵さんと一緒に行動します。安定な疑いの時間が無駄なので。寺蔵さんと。いやてか高田さんが相方あとお願いしますって言って任せろって言ったじゃん。スマイさん任せろってなってめっちゃ。それもじゃあ高田さんのね作戦成功ってことだから、じゃあレッツゴー。まあまあまあちょっと難しいけど、まあスナパイさんもねなんか感覚精査みたいにしてたから、あそこもちょっとこう論理的に突き詰めるというか、論理的にしっかり言ってたらまた変わってたかもなとちょっと客観視思いますけどね。その時ね言ってたけど、僕もまあインポスターはうまかったにつきますけどね、今のはね。リレー視点だったらね、冷静に考える時間があったから、あれだけど、タスクやりながら、犯人誰だろうって考えながら、キル発見しながらだから、まあ、視聴者目線とやってる目線違うみたいな感じでしたよね。はい、はい、ナイスです。ナイスです。はい。あ、このタイミングだと思って押しました。ちなみに、ちゃんと、はい、同じこと考えて押そうと思ったんですけど、一応カフェの反対側に行った方がいいかなって映ってる間に皆さんが押してくれたみたいな。はい、ちょっと一言だけ言わせてください。に、あの、インポスターが2連勝してるんで、そろそろ勝ちましょう。頑張りましょう。どうする、勝ちましょう。まあこれをどう取っていただくか、ちょっと演技感あるよね。いや、そうそう。やっぱこういうの高田さん通用しないからね。これはそっちで。めっちゃわかる。これちょっとピアコードしようかな、メイヤさんと。いや怖いな。さて死体がないからって言っても茶番を。さすが皆さんエンターテイメントなんだから。あ、でもそう、インポスター2連勝してるんでね。これインポスター2連勝してる。さっき言ったんですけど、僕寺蔵さんと行動してますんで。してるんだ。いや、スナパイさん結構しつこいから気をつけて寺蔵さん。いや、マジでやめようやめよう。いや、俺メイヤさんにだけは言われたくない。やめよう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 、そういうのやめようやめよう。ペアダメね。ペアしないで。え、ダメ。誰普通に誰やめてやめて、切り替えて。俺は別にいいけどね。いや、ダメ普通に今回怪しいと思ってる。おお、なんで分からんけど、一緒に何が変だったの。もう具体的に言って。おあ、ウェポンのね一番右のねポチのところに一緒って言って、そこなんもないよって思いながら近づいて、あのね、最初に矢印が出たからね、あれなんで矢印が出るんだと思ってそこ行っただけ。本当。バグではよくあるよね、あそこ。本当。あるある。うん、あるある。そう。ええじゃねえかって怒ってたよ。切り替えて。切り替えてね。ペアは、ペアはダメね。ペアはダメ。禁止します、ペアは。フレッシュ。別に俺はいいけどね。いや、ダメ。禁止する。わかりました。はい。楽しくやりましょう。ガッチガチですわ。楽しく。まあ、初手ペアはまあ、普通に。
まあまあ理由があってもまあ、まあ、紳士協定かなと、まあ、言っちゃえば初手からね全員の行動を制限したら勝てるってことになっちゃうから、まあ、その延長かな。明確になんか容疑者位置とかだったら、まあ、ペアでもいいけど初手ペアはまあ前回のまあ言ったら前回の試合引き継ぐのもまあちょっとあれだからなちょっとあえてちょっとだるいって言葉をちょっと使わせていただきました。はい、メイヤさん、メイヤさんしんどいやん、メイヤさんやっぱりな、やっぱりインポスターと思ってたんだよな、メイヤさんのことを死んでるんだよ。パッキンクは、はい、カフェテリアの左上で、僕が、メッドベイ行ってタスクが終わって、リアクターの方のタスク行こうと思ったけどちょっと怖くなってカフェテリア戻ったら、左上からのチンさんが真下に降りてきて、で一応確認で左上行ったら死体がありました。のチンさん入れました。あ、俺もいいですか、喋ってどうぞ。センターさん、俺に今死体見られてレポートしました。左上ですね、死んでるのは。いちゃってるんですけど、俺が近づいた時に、死体から離れようとして、でそんで見つかったと思って押してましたね。行動を教えていただいていいですか。自分の行動は、アドミン行ってから、その後カフェテリアに戻って、でそこでセンターさん見ました。でその間は、まあ、そこまでは誰も終わってないですね。あ、じゃあローラーでもいいですよ。うん、怪しい方から入れてみましょうか。うん、道連れキルが発生するんで。じゃあ先端の経路も言ってくれると。言ってたよ。じゃあもう一回言いますね。じゃあごめんなさい。投票まだしないでください。時間ギリギリまで。まずメットペイ行ってスキャンをしました。タスクをしました。で長めのタスクして、リアクターの方に向かおうとしたけど、リアクターの方で殺されるのが怖くなったのでカフェテリアに戻りました。通路アッパー入ったか入ってないかぐらいで引き返しました。で左上からのちんさんが、真下カフェテリアの、真下の方向に向かうのが見えたので一応左上確認しておこうと思って確認したら宮さんの死体があって即レポートです。俺はアドミンに行ってアドミンのタスクやってでカードやって、その後カフェからメドベー行こうと思った時に上にここで殺されてたら怖いなと思って見たらセンターさんがいました。うわ、あ、うわ、投票無投票が最後投票しなかったせい、ごめんなさい。じゃあちょっと全員で押しましょう。はいはい、まあこれはしゃあない、ね、もうどんだけ説得してもロラだから。僕が投票しなかったせいで偶然になりました。あ、待ってください。寺戸さん投票するならどっちにするつもりか先に述べてください。ノッティンさん、あー、やっぱりじゃあ僕先端だと思う。あ、オッケー。ちなみに今 0.5 秒ぐらい、多分カフェテリア周辺にいた人は特に分かったと思うんですけど 0.5 秒ぐらい待って押しました。あ、まあ逆も言えるか、まあいいや。一応ノッチンさんに質問いいですか。はい、アドミンにで、その後カフェテリアの左上に行ったっていうやつ、はい、その道中では誰にも会ってないんですか、アドミンとか。会ってないですね。あ、俺1個だけ聞きたいのがあって、のっちんさんってアドミンでタスク何個ぐらいありました。1個だけ。タスク2個です。はい、あとはアドミン情報ちょっと見てる、まあ、タスクの内容とかあんまり、ね、まあ、内容はいいです。あ、なんか時間がなんか結構カフェでアドミン1個だけで左上だったらなんか時間が早すぎるっていうか、そうあれだな。あ、2個です、タスクは。あ、オッケーです。はい、あと、メイヤさんの行動を誰か見てないですか。僕は見てないんですよね、全く。僕ちょっと右なんで、右見てないです。私も右です。僕も右なので、見てないです。右組は多分見てないと思う。見てないです。先っぽよさがシューティングしてるの見てない。左は僕一人なんで、じゃあ、下ですね。だから、それだったら、のちんさんがメイヤさん見てないとおかしくないですか。で全く発言出なかった。いや、見てないです。見てないです。見てないですね。
気持ち今カフェテリアでのっちんさんに追いかけられた気がしたんで入れました。あれこれでも全員入れればすぐになるからいいよね、合わせなくて、うん、残り10秒ぐらいな、もう入れましょうか今回は。私はもう入れました。はい、もうスプリットしないと思うんで、うん、今回は、はい、了解です。どうだったっけな、残り10秒で入れなかったら、スナパイさんにロックされてるみたいですけど、もうなんか、はい、スナパイさん一緒に行動しませんか。やった入れて入れて、テラオさん入れてノッティさんに入れますね。はい入れますね、僕も最後。あの、嫌です。おお、僕押せないですよ、ちなみに。めちゃめちゃ納得できて、今押したんで。だから先端さんから落とすべきだと思ったんだけどな。意外と怖かったな。はい、なんか一応今後の情報っていうために皆さんがどっちか入れてか聞いときたいなと思った。ナイトがセンターに入れてます。最初からセンターに入れてます。ナッチンさんです。あ、じゃあセンターさんに入れた4名を先聞いてもいいですか。ナイトメアです。はい、はい、スナッパーイ。ナイトメアスナッパーイ。サントさんもじゃないの。いちいちいち、私ナッチンさん。あ、そう、なんでそう思った。あと2票。まあ、のっちんさんじゃないですか。いや、カフェテリアに残ってた人がセンター釣りたいからボタン押しに残ってたのかな。センター4票ぐらい入ってなかった。あと1票。あと1票。あ、僕です、多分。特にローラーっていう感じの流れだったので、特に気にせず入れちゃいました。じゃあ、サントステラゾー、ハタサコセンター、高田健司がのっちんさんに入れたと。あ、ごめんなさい、もう一回、ナイトメアスナパイ、チャゲポヨ、あとセンターズに。あ、そっか、本人か。あれか、最高か。のっちんさん。ナッチさん、ナッチさん、スナッチあげっぽよ。筋肉チラシだった。それはそう。まあセンターの方が情報先出しだから若干心象がいいようなっていう。ただ今後今後その情報って何か役に立つの？いやいや、それでノッチの方の方がインポスターかなと思ってノッチに投票してる。要は投票理由ね。そうそう、投票理由、投票理由。これはまあ。正直最初の段階ではどっちでもローラーすればと思ったんですけど、センターさんがボタンを押してしまった以上、よっぽどのっちんさんがインポスター確定でごちゃキルをしてくる、最後キルをしてくる確証があるとかでもないのであれば、とりあえずボタンが残ってるのっちんさんを残してセンターさんが釣るべきだと思ってセンターさん続投してます、僕は。のっちんさんがカフェテリア左上に行く理由があんまり、あの発言から薄いかなと思ったから、のっちんさんに入れて。まあいいか、ローラーは多分するでしょ、これ。ああ、しますね。まあ、名屋さんの目撃情報をしっかりなんか拾ってほしかったけどなって思いますけどね。まあ、キル防げたんで、一応スキップ入れておきますね。あと、あんま投票情報はそこまで情報にならないから、あんまりこう、考えすぎないように、なんか参考程度にしてもらえればなと思います。はい。はい。頑張ってください。はい。はい。頑張りましょう。頑張ってくれ。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、先端さんのあのマジでメイヤーと下に行ったののっちんさんっていうのがめちゃくちゃクリティカルだったなと思って。ああ、どうですか。そうそう、見てる人、メイヤー見てる人ってそののっちんさんしかいないんですよね、まあ、ただ俺に投票しましたよね。え、違う、あれ先端さん投票してないですか、あの最初の議論の。してないですよ。あれ、じゃあ3人誰だ。僕絶対入れない、ああいう時。ああ、違う、これちょっとあれか。ガチで死んだ時。今回入れてないです。スキップ入れた。単票入った。まあ、どっち、まあ、何言ってもローラーだったんで。確かに。しかないかな。まあでもあの情報強かったんだけどな、その通りなんだけど、拾えないと厳しいっす。まあまあ、ドア閉め、もう全部バーって閉めた方がいいですよ今。あの緊急サボタージュが溜まるまで、あのドア閉めしてる間緊急サボタージュできないんで、一
回全部閉めて、で多分開けた頃にもう一回サボタージュできるから、で今度は緊急サボタージュ連打で。これドア閉めって緊急サボタージュ の, あのクールタイムとはそんな関係ないんですね。関係ないです、独立です。それぞれ7秒ですね、ドアは独立で。あ、そうなんですね。じゃあドアも閉めまくった方がいいんだ。停電とかは任せた方がいいんですか。いや、もうガンガンやっちゃっていいと思いますよ。停電か、顧問か。キルペース早めにしなきゃいけないから、やめずにな。でもタスクが違いかな。で終わったらもう全ドア閉めていいと思います。ん、死んでないかな。死んでないですね。そろそろかなと、うん、アドミ見た感じ通路で死んでないってなさそう。こっちさ、さそう5回目ぐらいなんだよ。やばくない？普通にうますぎるよね。ちなみに一方、先輩さんに質問したいですけども、はい、ナビゲーションで結構長めにタスクやってました。長めかな。長めかも。ありがとうございます。でそれを死んでるかと思って見に、私が見に行って、その後に全く多分同じこと、はい、セルフリポートの可能性がないようにと思って、はい、っていうか俺がスナパイさんに疑われてるんで、誰かと一緒にずっといたいと思っていたので、うん、サントスさんにターゲットを絞って一緒にナビゲーションまで行きました、はい、ああ、それでシールド上ぐらいですれ違ったやつですかね。そう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 、うんうんうん、アドミンで見た情報と辻褄が合ってるかとかっていう意味でちょっと質問させていただきます。ああ、なるほど。 O2 を3秒で直しました。だってうんうん、その後ナビゲーションにいました。あ、僕からも質問なんですけど、O2 のサボタージュになってた時にリアクターにいたのは高田さんで合ってますか？あ、リアクターいました、その時。あ、了解です。多分僕もいたんじゃないかな。あ、ナイトメアさんと入れ違い。俺、ナイトメアさんがいて、怖えから一回出て、ナイトメアがリアクターから出たから俺が交代で入ったみたいな。あー、なるほど。だからリアクター1だったのかな。あの、O2 終わった後に、ちょっとアドミン見てリアクターに1人いたんで、まあ、もしかしたら死体かもと思って。ああ、いや、多分リアクターはずっと交代で入ったら多分そうそう、僕が先にリアクター入って、リアクターの上の方のタスクにいるぐらいで O2 がなやってる最中に O2 がなって、高田さんがスッて入ってきて、いや怖えと思って離れてったら、多分そのまま高田さんが多分僕と高田さんが入れ違いでリアクターを交互に、そう、交互になってる、うん、ああなるほどです。了解しました。ありがとうございます。だから逆にあそこで殺してないから高田さんは死ぬんじゃないかな。ちょっと思っちゃった。あ、ナイトメア死ぬかなって思っちゃった。できるやろうと思ったから。あそこ多分誰もいなかったと思うから。誰もいなかった、他に。まあ、死んでないから何とも言えないな、うん。タスク集中します。集中します。はい。カンデチャゲ、カンデチャゲぽよさん。アドミン見すぎた。スーパーチャット、ありがてえ、ありがとうございます。ドア閉め、まずカフェドア閉め、アイスね。で、速攻で、ダンリアクターかな。リクルタイム稼いで。ありがとうございます。デュークいるんですけど。てくれ。誰なんだろう、もう一人。で、全部ドア閉めからの。これ結構時間取られるんですよね、この。ああ、知った。結構多いか。ゴミとかでもいいかもな。オンサボタージュ。これできるかな。誰が相方かちょっとわかんないですけど。そう、わかんない。言った方がいいんですかね。いや、言わない方がいい。言わずで、言わずで。
不死に死んでない、ね、死んでないよね、はい、ないですね、ですね、プリース、あ、タスク終了のお知らせも兼ね、兼ねて、あ、僕タスク、タスク、あ、タスクあった、あ、タスク、アドバイスに夢中になってた、俺いくつかあるなぁ、危ね、タスク、タスク、いや、危ね、危ね、危ね、なんかね、タスクやったらがすごそう、危ねぇ、だから俺がもし何か見てもちょっともしかして間違いになっちゃうかもしれないと先に言って、それだスナパイさんがねめちゃくちゃワープしてきて、マジ、そうだから、うわ、やばっと思ってすごいとんでもないぐらいのワープをしてたから、ワープ、忘れた、夢中になった、サンボートに引っかかって程度じゃないのそれ、あ、いや、もう、ここにスナパイさんがいるのがおかしい、最初スナパイさん多分右行ったよね、ウェポン側いた、そしたら俺リアクターついた時にリアクターの十字路にスナパイさんがワープしてきて、え、いや、俺視界にずっと高い地上の人に助け負けてない、あ、じゃあなんかちょっと重くなってるかもね、リアクターに高田さんとスナパイさんいてくれましたよね、あ、そうなんだ、俺視点急にスナパイさんが来たみたいな感じだったから、リアクターでちょっと怖いね、そう、急にいないところから現れたから、おおとぐらいです、ちょっとね、俺がタスク話引っ張ってるみたいなので急ぎます大丈夫か、寺堂さんメンタル、遠くに離れてたら O2 とかリアクターとかもするかもしれないんで、よろしくお願いします、心配だな、メンタルやられてんね、はい、もう僕タスクでもう1個で終わるんで、さっきの試合と優先して動きますじゃん、うん、私も優先、あと1個まで優先して動きます、大丈夫です、しかも1戦目もね、O2 行けばよかったって言ってたし、はい、今も投票できなかったし タスクは進んでないのは私のせいです。タスクするの忘れた。あ、それはやばい。やばい、インポスターの気持ちになってた。先端さんのインポスター講座。ありがとう。ああ、見そう。今日マジでインポスター厳しそうだなのに勝ってんだよな、ずっと。すごいですよね。ヤクタ慣らしまくりがいいかもな。マスクも落ちそうだから。ひたすらリアクター慣らす。リアクター、アドミン見られてるかな、いや今カメラで、あー、やばい、しかも治んないって言われる、やばい、高田さん殺せ殺せ、竹林さん殺せ、中入る中入る、よしよ、デッドマン楽しめちゃう、よしよし、よし今だ、殺すな、でもキルールがあるかな、停電でしょう、いやー君か、高田さんにぴったりくっついて、あ、いやいや、うわっ、あー、あー惜しかったな今の、惜しい、いやー、すいません、ちょっと早く死にすぎました、いやー、全然、僕も全然キルできなかった。あ、チャケポエさんだったんだ、やっぱり。僕が最後にエレクトリカルで殺されてました。またそこさんがボンバーしてる奥で死んでます、僕。なんか、し、なんか、なんか勝った瞬間、白い肉は転がってきました。ポロッ。そうです、高田さんは、あそこです、監視カメラのところで、そうそうそう、殺した瞬間、スパーンってその前に、一人、あ、見つかったって思って。ダメだって思った瞬間の負けのエフェクトで、あれ、うん、最後スナパイさん真横に肉転がってたの見えてました？真横、セキュリティ、セキュリティです、あー、高田さんが入って、高田さんが入ってってカメラがついてたから、じゃあ大丈夫かって上行きましたね、あ、いや、その時殺された、あ、上行ってたんだ、もう 真横で殺されてましたよスナパイさんのあ、マジで見えてないわ、光ってもない、あってなってた。僕も終わった終わったと思って。
終わったと思ったら違う意味で終わりました、ね、カメラがあれカメラのランプがついたの確認して上に上がったんだけど、あもう2人とも中にいて、あ3人しかんじゃないかな多分、あそう私だった、そう私が1個って言ったら嘘ついて実は3つもあってあれなるほど、あ、サントスさんか、あ、そう、色、色が、あ、そう、サントスさんだ、うん、あ、そう、色が、色が、そうだ紫、スナッパイさんのイメージが強かった今日、そう、今日青も緑もないんで、らしくない紫にしてます。あのちなみに、あの最初の投票で僕に入れた3人誰ですか。あ、僕ですポスターは入れてもね、ちょっとなんかこうどさくさで釣られないかなっていう、いやもうだって死にかけた願いを願いを込めてきました。俺も死にかけたなマジで死にかけてて笑っちゃいました。さすがに入れてもあれ、あ高田さんはあれ分かってました、あのカメラ見てたのに入ってないチャゲポヨさんが自分の後ろから出てきたのは見てたし、あのもうカメラ見てた時に俺チャゲポヨさんだけリアクター入って俺上行ったらチャゲポヨさんが直してなかったから、あーそかそかそか、あもうチャゲポヨさんインポスター確定だと思ってそうワンチャン狙えないかなと思ったんですけど、だからあの閉じ込められたな殺されちゃうなと思って黙らされちゃったぐしゃっぐしゃやばいボタン押されるって思ってでもまあでもセンタンがいいタイミングでノッチンさんが下ってくるところ見たね。あ、そうですよ。無事見られましたね、あれ。でも死体確認の意識が。殺した後右側からみたいな感じで、慎重に降りてきてたら、もしかしたらみんな使わなかったかもしれない。ああ、上回ってってことですか、カフェ。ああ、確かにな。危ないけどね。ああ、なるほど。下に警戒しながら下がるってなかなか難しいと思うけど、上下は難しいよね、インポスターって。横は結構広いけど。確かに。まあでも、多分。なんか自分で言うのもあれですけど、僕くらいしか多分確認しないくらいの、それ発見するのかって多分感じだったと思います。ノッチンさんしても。そうですね。マジで念のためで見に行ったんで。左上の本当のタスクのところなんで。っていうか、あそこで殺せたらめっちゃラッキーだもんね。そう、通ったら絶対絞れてなかったと思いますね。僕が発見してなかったら。ナイスですね。ノッチンさんってインポスター10回もやってないですよね。ああ、10回。回ぐらいかもしれないですね。いやなんか返しがスマートですげえなと思って。うん、いやなんかいい良すぎる返しだっためっちゃ。うん、普通にかなり割れたしね。票がもう僕絶対これ勝ったでしょと思ったらなんか割れて同票になったし、もう一個も一票差だったからすごい上手でしたね。いやすごかったです。本当にですし、僕誰一人キルをしていないのにサントスさんにめちゃくちゃ。真っ先に疑われてたんで、いやなんかあの私の感覚ですよ。なんかあの誰入れたの話したじゃないですか。あの時別に一番無難なこと言う人がインポスターっぽいなって私思っているんですけど、なんか特に理由がないみたいな、何かしら理由持って入れたって言うと疑われるから、インポスター側って対抗に入れた側に対して結構薄い理由を言うイメージがあるなと思って、一番薄い理由がチャゲポヨさんだったなって、それだけです。いや、ただそういうことか。してるな。素晴らしい。めっちゃ見られてる。メモもね、しっかり取ってたし。メモ取りました。はい。で、私は、ノッキンさんが黒で、センターさんが白が、8-2か9-1ぐらいは自信あったので、センターさん側に入れてる4人にもう片方いるんじゃないかなって。あのロックしない程度に思ってました。ロックしない程度に、うん、素晴らしい。まあでも合ってるか分かんないですよ。たまたまなんで、たまたま素晴らしいです。トイレ行かれる方とか大丈夫ですか。大丈夫です。センターさんの発見でだいぶ乗りました。だいぶあれで村側が勝ち筋濃くなったんで、マジでナイス発見でした ね、うん、ナイスでした。マジでいや怖かった。でも通ったらもう本当に大変なことになってたな。エボエさんも最後キルね上手だったし、エレクトリカルで殺してどんどんキルしていかないとと思ってやばいと思ったね。僕もエレクトリカル門番しようと思って奥確認しようと思った矢先に殺されました僕で。まあ完璧だった。いいところに来てくれたと思って。なるほどなるほど。あれ寺田さんメンタルは大丈夫ですか？ああいや。全然大丈夫です。なんかシュンってな、なんかずっとシュンってしてたから。
大丈夫かなと思って疑われてるのチュンとは思ってたけど、まあ黒かったからそんなに、あ、黒、あの、あれで黒かったらめっちゃメンタルくるよかったよ